でど、はい、ルルでど、ううは入る、あ、うは入る、うは入る、うは入る、あ、ち小さなの、小さな、あ、ラ、ラリのラは R、 あ、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 気づかなかったラ、ラリは R で、ルは L で、レルは R、 あ、本物はなんか、ラリが L で、ルが R だけど、ここではそれが逆、可愛かったですよね。それではサクサクと本編行きましょう。本編だ。せーの、ドッペルゲンガー。まずはメールを紹介します。はい。エロッコネームラビオルさんからです。ありがとうございます。ラリちゃん、ルーちゃん、ダリルーはー、ダリルーはー、世界には自分と同じ顔をした人が3人いると言われていますが本当ですか？せーの、本当です。今ちょっと分かんなかったので本当かどうか。本当です。今日は本当を前提に進めないとこの企画は成り立たないらしいので。なるほど、本当です。では本当です。本当にいます。本当ということで、自分と同じ顔が他に2人いると言われております、その現象はドッペルゲンガーと呼ばれているそうですね。はい、最初のあのコールは別に噛んだわけじゃない、ドッペルゲンバーゲンバーですから。ドッペルゲンバーだったんですけど、はい、今は、まあ、ドッペルゲンガーの説明をします。はい、私たちにもそっくりな偽物がこの界隈をうろうろしているということはすでに皆さんご存知のことでしょう。カメラの前ではっきりとドッペルゲンガーの瞬間を捉えたことはなかったかもしれませんが、でもサイエンスホールの中で、パーってこう手足が見える状態で喧嘩をしたりなどはしたことありますよね。いるのは間違いないです。そう、同じ画角に2人いるのを、まあ、見せたことはないかもしれないけど、いることはいるんですよ。いますよ。ということで今日はドッペルゲンガーについての検証です。はい、もしかしたらドッペルゲンガーの瞬間、つまりドッペルゲンバーを見ることができるかもしれません。しかしその確率はものすごく低いのであしからず、でも可能性はゼロではありません。さて、私もルーさんもそれぞれ自分と同じ顔が2人ずついるということは、お互いのドッペルゲンガーに出会うこともあるということです。出会えるかもしれない、この現象で。私が今話してるのはルーさんだけど、もしかしたらルーさんのドッペルゲンガーと会えるかもしれない、そういう検証ですよね。はい、自分のドッペルゲンガーに出会うまではお互いのドッペルゲンガーに出会ってみましょう。はい、ちなみに武田のドッペルゲンガー ABC はそれぞれ違う職業をしています。ルーさんも同じです。まあ、この ABC のうちどれかは私たちです、はい、きっと、はい、一度こちらのパーテーションの裏に2人とも隠れて、そこからお互い ABC どれかの自分がカメラ前にランダムで出てきます。はい、それはあのレロッコにはお見せする、出会ってるとこだけはお見せします。はい、まあその2人が会話するのかしないのか、同じ世界線同士、この世界線の私たちが出会ったら会話するかもしれないけど、ドッペルゲンガー同士が出会ったらもう会話ないかもしれない。初めましてだから、むしろ、ちょっとどうなるかは観察していただくという感じなんですけど、武田 A とルー A が出会った後、例えば武田 A がルー B に出会っても会話は通じないはずなんですよ。そうだね。え、誰ってなる。でも私は絶対にルーさんの顔をしているのに知らんふりしてくるルーさんと会話することになる。って思っちゃうかもしれない。それはちょっとわかんないですけど、やってみます。今の私たちは A、 それはわからない、それもわかんない。今は AA、 今は AA だって。なるほどね。 AA はいつものじゃあ AA は顔見知りというか、顔見知り、いつものはラリルーレロ、ビジネスパートナー、ビジネスパートナー、同じ事務所に所属してるビジネスパートナー。なるほど、
竹田ラリサタゴ違う世界線の私たちの関係は分かんない分かんない分かりましたこれを繰り返しているうちに自分のドッペルゲンガーに出会うかもしれない本当に今ここ時空が入り乱れているから時空とか同じ世界に生きてる人ですよね同じ世界に生きてる3人だから今はじゃあどっちかから武田が出てきてどっちかからルーさんが出てくるけどもしかしたらどっかで武田が出てきて武田が出てくるっていう武田さんと武田さんと同じ顔をしたいとねなるほど武田さんは一人じゃんそうですよね、うん、B と C は同じ世界に生きてるからドッペルゲンガーじゃあ名前も武田ラリサタゴじゃないってことですかそう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 同じ顔してるだけ顔してるだけ、うん全く別の人困ったわそれは今 A の目線からすると BC って言うしかないなるほど、うんうん、分かりましたはいじゃあちょっと探り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 やっていきましょうはいやっていきましょうではドッペルゲンバースタート出てく前にどっちかが出てくるかはい出てく、うんうん、出ていく前にどっちが今何で出るかをお見せしていきます、はい、準備ルート整いました整いました、はい、行きまーす、あれ武田ライサーガニ股だよ今日もえあれ武田ライサー今日もガニ股だよあれえなんですか？あれ？いやー今日の収録も結構あ、ちょ収録しないと。ルーさん収録わ、え、あ、武田さん武田さん武田さんしますよもうどういうこと武田さんさっきもあの話しかけてきましたえ、どういうことどういうことえ、武田さんえ、武田さん多分えあの、大丈夫ですか？え？武田ラリサタゴだよ。ね。何ですかその呪文。ゲイスゲ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 ス。ゲイスゲ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 ス。ゲス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 マジやるんださいやルーさんさっきのやべえルーさんやべえ今日めっちゃあるんだけどルーさんママえゲス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 あれ武田ライサタゴじゃないのかな武田ライサタゴじゃないみたいちょっと LINE してみようかな武田ライサタゴに変なやついたってゲスゲスゲス今日はいい日だなあれ？あ、いい時だ。あの不審者かと思ったけど、なんかおばあちゃんだわ。大丈夫ですか？おばあちゃんかい。あ、さっきの不審者のおばあさんかな。ルーさん、もうやっと見つけましたよ。なんかすごい。なんで2回も無視したんですか武田ラリサタゴですよ
収録いきますよ、もう始まってるんですから、ルーさんいきますよ、ルーさん誰じゃない、ルーさんもほら収録行かないと始まった死んだんやあれルーさんちょっと待って、ちょっと待って、ルーさんはでもさっき C でおばあさんで出てきてて、でも顔は見てますよね。あ、見てないです、さっき見ないのなしよ。あ、顔見ないのなしです。もうおばあちゃんの視線がここでもう顔が見えなかったんで今初めて話しかけられたんだ。あ、そうそうそう、だからに初めて認知しました。じゃあ何も時空警察の出番ではない、うん、出番ではないじゃあまたやりますね。はい、なんだこれ、待って待って、分かんなくなったまた違う、まあ、いいですか。はい、この反応3回目ですよね。あれ、武田レサタコじゃない？すいません、そのなんか呪文みたいなやつよくわからないんですけど、すごい知り合いに何回もね話しかけてくださって、すごい知り合いに、知り合いに出たんですね。何回も、あ、ごめんなさい、初対面の時にガニ股だよってなんか失礼なこと言っちゃいましたね。そうそうそう、私ちょっとおかしな人かと思っちゃって。武田レサタコではないんですよね、確認しますけど。それって人ですか？人です、ね、すごい面白い、知り合いにいて単語がなんかよく分からなくて。お名前だったんですね。あ、そうですそうです、うんうん、あ、違うんですね。あ、そうなんですよ。あ、すいません、全然お気になさらず。やべー、カレピと待ち合わせしたんだ。こんにちは。あ、こんにちは。え、あの武田ラリッサー多号の、あれあれやーべ、カルピにドタキャンされた、カルピにドタキャンされたし、くそ、あの今日いい、今日何も言うことないじゃないか。時空警察が何ですか、何かやったっけ。合ってますよね。合ってはいるんですけど会話したことはない。会話したことないから。でもさっき会った人と同じ顔の人が出てきたら変じゃないですか。でも今私の人格的にはカレピにドタキャンされてもう怒り心頭だったから、もう周りなんて見てない。で、私の人格もまだルーさんと会話してないんですよ。でもなんかそうなっちゃいますよ、人格を変えたら。人格を変えたらルーさんと会ってなかったもん。だって今打ち合わせしてるの AA じゃないですか。 AA は企画を分かってるからそれはなんとか企画になれたとするけど、 B と C はこの場にいないから別に企画とかうんぬんじゃなくてその場の、そう、 C はまだ私ルーさんと会話してないから、そういうことになっちゃいますよ。 C が A にも B にもあったらあれってなるじゃん。あ、まあ見てたら確かに。え、でもこれの検証で今分かったことって、普段からあまり周りのことって見てないんだなそんな悲しい結果になります。うん、あんま周りのことを見てないんだなって。いや、私はドッペルゲンガーってすごい不審者に間違われるんだなっていうのを学びましたけど、うん、これでも楽しいですよ、私人格がね、人格だってもうちょっとで私 B と武田 B とルーさん A が今井戸端会をするぐらいまでちょっと関係性が発展してたんですよ。発展してた、うん、最初不審者だったけど、うん、人違いってことが判明して、もしかしたら武田 B とは友達になれる可能性もあるもんね。確かに A とは友達になれなかったけど、うん、けどうん、ちょっとやってみましょう、うん、ちょっとね、お互い C がね、うん、会話が成立しなさそうなんだよC だってゲスゲスしか言わないじゃんまだ話しかけられてないから。あ、そっか。どうもいやーね、あの何も説明せずにね本編を始めようと思ったので、ね、うん、ちょっとスタッフ陣から
なぜその格好なのか説明責任があると今まででも変わった格好した時に説明したことあったっけ？ないよね。浴衣となんか私服っぽい赤と青のやつと。でも今回は理由があるんです。ちゃんとこれをした。なぜかというと、はい、ジャージメイドが流行っているから。流行ってる。もうラリルーレロの時代が来てるんですよ。ジャージは最先端だった。そうなんです、うん、追いついてきた世界が。ここはもうラリルーレロもその波に乗って、うん、我こそがもうジャージの大御所であるぞというのを見せつけなければならない。でも私ジャージメイド調べたことあるんだけど、はい、もっと可愛いよこんなんじゃない。こんなんじゃない。でも正直それは今日ここに来て、うん、エプロンつけた時に実際着てみてあれなんか思った感じと違うなこういうんじゃなんかもっと闇可愛い感じ の、 その地雷系っていうかパステルな感じのなんかほっとけない女の子みたいな感じですよね、うん、だけどこれね家庭科です。家庭科の時間。家庭科だった制服汚れちゃダメだから体操服着てエプロンとりあえずつけて家庭科だったんだ。給食って感じじゃないですね。給食ではないな。家庭です。ちょっと越しちゃったかもしれないですね。そのブームの。ブームをね。多分これから来ます。でもこれから来る。こっちの方が早い。意外とこれからこのジャージメイドがこっち方向に。今可愛いに来てるから。でももうちょっとダサい寄りになると思う。うん。ちょっと行き過ぎたか。ちょっと行き過ぎちゃったね。流行りにね。じゃあもう手加減していきましょう。これからは。行きましょう行きましょう。こんにちは。こんにちは。どうも。あ、どうも。あ、そうですね。あ、なんか、この間、はい、話しかけてくれたお姉ちゃん。あ、そうなんです。あ、すごい、ちょっとね。あ、なんかこの間ね、なんか分かんなくてね。なんだ、先生の時の。私もちょっと似てる人に話しかけられたことがあって、ね、間違えてね。それで、あ、その人なんだと思っておばあさんに間違って声かけちゃったんです。そうかい、今日の晩御飯はハンバーグだったかよかったねありがとう。マジやりやだ。なんだよ。この間もなんかゲスゲス聞こえたんだけど。ゲスは人の負の感情を吸収して魔王様にエネルギーを収める。じゃあゲスヒレシュちょっとどっち？武田ラリサ、ルーさんこそルーさんですか？武田ラリサ多分。違う。特に C がおかしい。いや C は。お互いキャラ付けしすぎてだから出てきて同じ顔ちゃんと思わなきゃいけないのにもう違う人が出てきたから成立しなくなってんの。こっち年齢違うし そっち異世界の人だし、あれってならないじゃん。おばあさんが来たらおばあさんが出てくるから、うん、だから出てきてあれさっきと同じ顔の人だってならなきゃいけないのに明らかに変な人が出てきて違う人が出てきてなるほど。気づかない。私たち企画を理解してない。私たち企画を理解してないんだわこれ。なるほど。同じ人が出てこう来て誰が出てきたかがわからない状態じゃない。C のキャラを変えよう。お互いじゃキャラとかじゃないですか。C の人間はもう消す。消して人間がいるから3人。そう人格じゃないから。いるからその人。そう。じゃあ C の人には退場してもらって。退場してない。 D の人。 D、 A、 B、 C。 じゃあちょっと OKOK。D ですね。オッケーオッケー。 D の人出てくる。 D の人を作ろう。 D の人。なるほどね。冷凍紙すごい他人行儀ですよ。
いやなんか A がいろんな人になんか何ですかみたいな対応されすぎて、今話しかける人は本当にルーさんなのかっていう疑心暗鬼になっちゃって、疑心暗鬼になったわ。私だって B だと思ったもん。あ、そう、私だからあーって行こうと思ったけど、あ、竹田らしさタゴだった、何回も無視されたから、そう、あ、竹田らしさタゴだったんだってちょっとなんかお互いに分かる話をしなきゃいけない。あ、そうですね、うん、その時は、うん、私だって B に会えてむしろ嬉しかったぐらい、え、そう、もう A より B の方が好きになってる、嬉しくなっちゃったけど、あ、竹田らしさタゴだったがっかりしてるじゃないですか竹田さんはまだルーさんをがっていう名前、多分ルー、B、ルーシーはルー、自分がルーって言われることに対してあんまりまだ、いやいやいや、もちろん誰ってことですよ、うん、B と C。 でも武田でいいは自分が武田ラリサタゴって言われることに対して自覚が、 B がもう武田ラリサタゴって似てるんだなって、そう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 、うん、その状況があるから武田さんは B、 武田、ルー A に対してルーさんですよねって言ってはいって言われたら、それルー A じゃないですか。え、ちょっとルー、B、ルーシーはルーさんも知らないわけだから、うん、で武田さんがルーシー、B、ルーシーに対してルーさんであるかどうか確認してない、してない。でルー、B から見るとまだルーさんって分かんない、分かんない、名前が知らないんだ、武田って言ってた人、そうそう、あー、そっか、わかりました。はい、その前になんかちょっと疑っちゃって、ちょっと これメタ入ってる、違う、メタ入ってますよ。え、メタ入ってないですよ。私はもう何回かルーさんに無視されたから、最後のルー A との開口でルー A が分かんないじゃないですか。今私どっちだと思ってた、どっちだと思ってたか分かんないけど、私は A でした。A だったから一個前の変な態度を謝っただけ。だから鎌かけたってこと。そうです、ね、いや鎌かけとかじゃないです。私はただ自分の態度を謝っただけ。でもルーさっきああってなっちゃったのを謝っただけだから。でもルー A、 武田さんの A は B にも合ってますよね。C にも合ってますよね。はい。ということは今パッと合ったこれが B かもしれないし C かもしれないし、わかんなくないですか。だからルーさんって言っちゃうってことは、かまかけ、でもかまかけじゃないですか。武田 A はルー A、B、C のこと全員ルー A だと思ってるんで、はい。なるほどね。じゃあさっきの C と の、 あのやり取りは一旦なかったってことね。一旦なかった。あのおばあさん逮捕されて、おばあさん逮捕されてもあれはルーだと思ってた。ルーさん。あ、そうですそうです。なるほどね。ちょっと待って、誰もついてけなくなってないか、これスタッフ陣含め。なんか今日すごい武田ラリサタゴに似てる人とたくさん会うんですけど、なんかちょっとか武田ラリサタゴじゃないのに武田ラリサタゴっぽい顔の人とちょっとなんか顔見知りになりつつあるんで、ちょっと今度武田ラリサタゴに会ったらめっちゃ似てる人いたよってちょっと教えてあげたいなっていうのと、なんかゲスゲスしたやつもいてちょっとびっくりしてる。それも武田ラリサタゴに教えてあげようと思ってます。はい。いや、私は別に今日ルーさんとしか会ってないですけど、でもなんかルーさん今日私のこと無視したり、すごい老化が促進されてたりして、なんか怯えて無視してくることがあって、なんかちょっとどうしたのかなと思ってるんですけど、いや別に一人としか会ってないです。はい。
で、お、お、だから、お、おしだ。はじ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 だ。いや、私は秋葉原のメイド喫茶で働く全成寺全子でございますけれどもあの武田梨沙太郎っていう謎の単語で呼び止められて、どうやら人違いだったらしいことが分かったんですけれども、まあ、なんかねすごい可愛らしいお嬢さんだったんで、ちょっと顔見たら立ち話する程度の中にはなったかなっていう。でもね、一回あの話しかけたらおばあさんだったことがあって、ちょっと似た顔の方がねいるっぽいんですよね。あの方ちょっと名前は分からないんですけど、どっちも、はい、はい、あ、二人でいいですか？え、これこんにちは、今日も会いましたね。もうなんか分かってきました。武田梨沙太郎じゃないかもって、はい、なんかもうそんなに言われたらなんかその人のこと気になってきました。名前教えてもらってないですけど、武田梨沙太郎ってないですよね。全成寺全子です。全成寺全子さんって言うんですね、はい、そうなんです。初めまして。めっちゃ気になってきました。その人写真とかあるんですか？あ、写真 見たいですか？あ、見たいです、見たいです。なんかちょっとジャージで一緒にバッグと、すごいめっちゃ私みたいですね。似てますね。あ、似てます似てます。あったら、はい、なんかやばいって言うじゃないですか、ドッペルゲンガーと会っちゃうと。え、ドッペルゲンガーなんですかね。ドッペルゲンガーじゃないですか。私のだって、だって私のドッペルゲンガーと仕事してるんですか？そういうことになりますよね。あ、そうなんだ。あ、でもお名前お聞きしてなくて。ルーと申します。あ、ルーさん、はい、ルーさん、だったらルーちゃんって呼んでください。ルーちゃん、はい、あ、全然私もあの善子ちゃんで、タメ口でいいんで。善子ちゃん、はい、分かった。あ、そこのメイド喫茶で働いてるんですよ。全然タメ口で大丈夫です。あ、そうなんですね。あ、え、じゃなあ、あ、あ、すいません、じろじろと見て。お、いや、大丈夫です。あ、違うな、だけど梨沙太郎じゃないな、これ。あれ、やばいですよ。あ、あすこちゃん、あ、ほ、無事でもう、いや、もうその国際派番組のやつはもう終わった国際派番組終わったですか、そのコンセプトは。もういいですよ、今さら無理ですよ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ルーさん、まだあのコンセプトに未練あったんだな。もうコンセプトは戻しましょう。誰だ、偉い人にお願いして。誰、いやさ、そんな怒んなくてもお願いしてコンセプト戻してもらって、もう一回番組再スタートしましょう。一緒に。誰だよお前。え、エルさん、え、あれ、もしかしてルーさんじゃないのか。やべー、今日変なことばっかり。ルーちゃん、おはよう、今日も会えて嬉しい。誰だよ、またさっきと同じ顔のやつじゃねえか、お前。あれ、あれ、私はこの方とお会いしたことはなんと、お前さっきも会ったよな。あ、あった、知り合いじゃないのに。同じ顔だよな。あ、そう、まあ、あれ、見たの、それあったっけ、つって。お前なんだよ、あれ、あ、そう、あ、やばい、わかんなかった。
武田ラリサタゴ、おはよう。あ、すみません。あれまたさっきもここで会いましたよね。ちょうどタバコを吸うところで。そうですね。2本目の時に2本目に回っちゃった。さっきちょっと言わせたんですけど、はい、禁煙ですよ、ここ。あっちにあるそうだったんです。あっちにあるが。すいません、すいません。じゃあ、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、間違えて。すいません。はい。どんぽかな。これ大変です。いつ終わればいいのか。え、確かになんか無限に出会えるちゃうし。今4人4人いるはずやん。4人4人いるはず。はい、でも C は封印したから。私今、まあ、寝てるだけかもしれない。そう、退場して、まあ、寝てるだけか。この場所にはいない。この公園にはいない。うん、そんなに4人4人いるんですよ。確かに。武田さんと、そしたら武田レサタゴと武田レサタゴ。人と出会ってる瞬間。そろそろ、どっかで、どっかで、そろそろ、なんかそっちからはルーさんに似てる人ばっか出てきて、うん、こっちからは武田さんばっか似てる人ばっか出てきてるけど、たまたま、うん、どっかでなんか両方から、そう、両方から武田が出てくるかもしれないけど、うん、それは出てくるかもしれないけど、それは4人もいるんですよ、それこの奥にね。そう、今この裏ギチギチですからね。ギチギチ、そう。無理なんだよな。じゃ次出てきた人が、うん、でもコーナー閉めるとかないかもしれない。確かにその人ね、 A 同士だったらコーナー閉めれるけど、うん、もうそれはしょうがないですね。しょうがないね、出てくる人によるからな。誰が出てくるか。今度さ、 A と B があった時に A の人と B の人にそれを伝えとけばいいじゃないですか。あ、なるほど。え、じゃあ閉めようっていうことをリレーしていけばいいんじゃないですか。確かに一回じゃあ打ち合わせしちゃダメ。打ち合わせしちゃダメ。一回全員伝える。ああああああ、るちゃん、あ、るーちゃんにとおばあちゃんか。あ、なんか前も会いましたもんね。ハンバーグ食べたことです。あ、すいません。あ、そうです、そうです、ハンバーグ食べました。今日も元気にね。やばい、伝える人がいない。ちょっとルーさん、やばいですよ。このままじゃ企画が終わらないんで、次に企画で。エルサタコ、私もそれを言うと、あ、ルーさん、そうなの。私、ルーさんに会えてよかったです。じゃあなんとかこの企画締められるように自分のドッペルゲンガーに伝えていきましょう、お互いの。今終われないの。あー、そっか。もう今終わろうよ、もう。そっか、今終わればいいのか。今終わればいいよ。あ、じゃあまあ今日、今回は自分のドッペルゲンガーに会うことはできなかったけど、どこかで会えるかもしれない。まだまだ諦めてはいない、うん、はい。武田ライサタゴは、あ、私は会ってないです。あ、実は会ってるんだけど、自覚してないです。ゼンコちゃんはドッペルゲンガーの写真を見ました。あ、ゼンコちゃん死ぬかも。大丈夫、いいんですか。直接会ってないから。知らないでしょ。あ、そうだった。やばい、ゼンコちゃんって誰ですか。武田ライサタゴにめっちゃ似た人がいて。あ、そうなんだ。そう、友達になったんだけど。その方がゼンコちゃんって言うんですね、うん。さんに似た人と結構たくさんあったんです。そう、あ、え、私と似た人といっぱいあったんですか。そう、みんながタバコを吸ってる人と、喫煙者。そう、なんかゲスゲス言ってる人と、ゲスゲス言ってる人、ゼンコちゃんと、そんないっぱいあるの。竹原さんとか会わない方がいいけど、うん、今度仲良くなって写真撮れたら写真ぐらいは見せてあげるよ。あー、うん、ぜひちょっと見たいです、うん、自分と似た人の前、うん、まあいつか出会ったらラリルレロも終わっちゃうかもしれないね。あの、ゲストで呼びましょう、最後に。そうだね。そうですね。では、以上、ドッペルゲンバーでした。先輩に教えてもらったことをちゃんとメモして、ごめんなさい。エルちゃんどうしたの。え、エルちゃん、あ、私がこれ読めばいいの。わかんないです。あ、エルちゃん、誰ですか。さっきと、あ、誰ですか。あれ、え、前校だけど、え、前、あ、ルーちゃんですらない。
のか。ごめんなさい、髪汚す。あ、よかった、私も使ってください。 ありがとう、ごめんなさい。私もね、なんかあの、顔代役で呼ばれただけなんだけど、ちょっとじゃあ、やりますね。この番組ではいろいろな企画に挑戦していきますので、こんなこともやってほしいというものがあればメールで教えてください。メールは番組の公式ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。ごめんなさい。え、ちょっとルーちゃんどうしちゃったの。ごめんなさい。ルーちゃんじゃないの。なんかルーちゃんに似た人何人かいたしな。ごめんなさい。また違うルーちゃんなんだね。私、ラリー雑巾持ってきます。え、あの子誰なんだろう。公式ツイッターのアカウントは竹田玲沙やってる。あ、ルーちゃん。あれ、ジェンコちゃんだった。あ、また間違えたの。違う。ジェンコちゃんか。なんでここにいんの。ここラリルーレロ。え、なんかそのルーちゃんが間違えてた人が用事があって帰るから、なんとか代役をって感じで、あ、スタッフの人からそう呼ばれたんだけど、でもさっきすごいルーちゃんに似たルーちゃんじゃない人が、なんかさっき走ってった人かな。なんかすごい勢いで顔は見えなかったけど、え、じゃああったんだルーちゃん。わかんない、顔は見えなかった。それってさ、ドッペルゲンガーってやつ。顔見えなくてよかった。見なくてよかった。危なかった。そうだね、危なかったよ。危なかった。あ、じゃあ今日は武田玲沙タゴの番ってことなんで、代役で申し訳ないんですけど、あ、よかった、事情を知ってる人が教えてくれ。じゃあここから続き読めばいいのね。続き読んでください、え、公式ツイッターのアカウントはラリアンダーバールアンダーバーレロです。さっきの人がなんかいろいろ書いてたんだよ。誰も汚いね。R だったり L だったり面倒なので、ツイッターで番組名で検索してください。皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思いますので、普通歌も送ってくださいね。そしてこの番組はアミアミチャンネル会員の皆さんだけが読み慣れてるね。視聴できる動画もあります。読み慣れてるね、ゼンコちゃん。え、ほんと？うん、滑舌もいいじゃん。やっぱメイド喫茶で働いてるからね。そういうことか。いっぱい呪文言ってるからさ。金額は税込み月額550円です。本編ではお見せしていない企画の一部を会員限定でお見せしちゃいます。過去の本編動画やアミアミチャンネルの他の番組も視聴できるので大変お得です。それでは今回の配信は以上です。すごい慣れてる。じゃあメイド喫茶でね、働いてるからやってるんだね。あ、じゃあなんか終わるみたいだけど、でも次は、10月2日の月曜日22時30分からなんだけど。あ、そうか、これも読まなきゃだったんだ。そう、次も来ていいよ。え、ほんといいの。来ていいよ。なんだっけ、その竹田みたいな竹田ラリサタゴって子がいてね。あの子はもう来ない感じですか。わかんない。なんか寝坊とかしても全然代役呼べるってことが分かったから、安心な。全然、私出勤中だったらいつでも来るからさ。ありがとう、ありがとう。呼んで。じゃあ、終わろう。武田ラリサタゴのお誕生日はこの日にお祝いします。おめでとう。じゃあ来なよ、じゃあ来なよ。あ、じゃあ私も来ていいですか。来ちゃいなよ。ね、なんかせっかくだからね、そこで、そうしましょう。始めましてもしてお祝いしたいと思いますよ。というわけで、お相手はルーティンとゼンコです。バイバイ。